っていきたいと思います。めっちゃ動画でこうメイク動画メイク教えてっていっぱい私メイク動画は出してるつもりなんですけど、このメイク可愛い教えてって結構言ってもらえることが多かったので、でもそのメイクは私ハウスダストちゃんの韓国メイクを見ながら真似たので、見た知りたい人はハウスダストちゃんのその韓国メイク見た方が多分もっと分かりやすいと思うんですけど、まあ、私のあるメイク道具の中でメイク韓国メイクをやったので、知りたい人は見てください。だからもう前回の動画でもうこれが最後かなって、年内最後の動画かなと思って撮ったけど、今日ちょうど地元の友達と飲みに行くっていうか、まあ、遊びに行く、ご飯、夜ご飯を食べに行くので、まず韓国人は肌が白いとおっしゃっているので、このハウスダストちゃんは多分青の下地を使っているんですけど、私は青の下地がないのでキャンディードールの、このカラコンはカラコン今日してるんですけど、めっちゃナチュラルじゃない？はい、クリスティーン、ハパクリスティーンのモデルになりました。クリスティハパクリスティーンのこれのチョコワンデー、ちょっと急ぎ目に、なんか YouTube の編集しててマジでなんか編集やる気起きるときは私全部携帯でしてるんですけど、編集なんか集中できない、プラスちょっとクッションファンデのパフで、まぶたもちゃんと白くはたいていきます。なんでハパクリスティンの持ってるかっていうと、カラコンね、ハパクリスティンのカラコンのやつをIVE のウォニョンちゃんがプロデュースっていうかなんか PR してるんだけど、その動画を私が真似したら、そのハパクリスティンの日本の企業の人からPR してほしいですって来て、めっちゃ嬉しくない？で、青ひげが隠れるようにオレンジチークを塗ってるので、青ひげ気になるところ、青ひげあとクマとか、ダストちゃんは粉をやってるんだけど粉がないので、私はちょっとこのクリームチークを、それを真似したらPR してくださいって来て、めっちゃ嬉しくない？で、次真っ白のファンデーションを塗っていくんだけど、やっぱ韓国人は真っ白だから、ちょっと待って、首にも白く、ちょっと首も白くしないと浮いちゃうので。でね、クッションファンデ、私が持ってる中で一番白いのはこのロマ&クリアカバークッション02ナチュラル21って書いてあるんだけど、これ私クッションファンデマジで浮くのね、なんかボコボコになるの肌が、クッションファンデなんか前までは飲んなかったんだけど、スキンケアの仕方が悪いのか分かんないけど使います。6プラススムージングフローレスリキッドファンデーション N02 番、これはまあ真っ白にはならない、まあ自然な肌色って感じなんですけど、これマジで私毛穴が結構あるんですけど、近くで見ると毛穴にちゃんと埋まってくれる感じがして、これはちゃんと手でさ埋められるから、こうやってパフではたいていきます。まぶたも白く、でも今日ちゃんとなんかスキンケアちゃんとしたから、化粧する前にめんどくさい時はもうクッションファンデ潤いがあるからいいだろうと思ってさ、スキンケア何もしないでクッションファンデとかしたらぶっ壊れないんだけど、今日ちゃんと化粧塗る前にこれを塗ったから、本当に青ひげが見えなくなる気がする、オレンジチーク塗ったら。ちょっとまぶこの涙袋のくすみもやばいので、くすみを取りたい。マジでくすみすらないよね、韓国人って。おでこたっぷりにファンデを、だって、おでこ厚塗りだって、へこんでるんで、ここに塗ります。もう陰影ガムシですごいな、この私の元々の肌の色とやばくない？まあ、ちょっとクマも見えるんですけど、クマも消せるんですけどコンシーラーで、ちょっとあんまり厚塗りしたくないので、ミストを振ってよく乾かしてらっしゃいます。クールフィクシングミストローリンアロエ、これランリランリランリの人たちがやってるやつですね、これを乾かす。私パウダーはこれが一番好きなのでこれを塗ります。キャンディードールホワイトピュアパウダーノーマル、これもう私ずっと古川ゆかちゃんが好きで、古川ゆかちゃんがこれだっけな、 こっちをずっと使ってて買いに行ってた、もう同じの使いたくて、生誕祭も応募して行こうとしたけど、福岡の生誕祭落ちた。なんかツヤツヤになった、ほらすごい、これツヤツヤになった初めてやってみたけど、これどこに塗るんだろう、
薄く塗るんだって全部に。本当はね眉毛もね韓国人は薄いんで眉毛も薄くした方がいいんですけど、ちょっと眉毛私今頑張って整えてるので、整えてるかっていうかボサボサに。シェーディングなんですけど、シェーディングはダストちゃんなんと紫でやっています。パレットに紫があります。なんとムード04リラックモーメント、このパレットに薄い紫があるので、ここをシェーディングとしてサイドを低くしていくんだって。とりあえず皆さん茶色のシェーディングは絶対ダメです。輪郭をとりあえず削ります。輪郭がシャープなので。確かにあの茶色でシェーディングするより、これこの薄紫でやった時の方が自然に見えるし、なんかマジで描いてる感がない。でここの鼻筋にも入れていくらしい。ここはつなげずにここだけ。多分これ意味ないんじゃないか、このシェーディング。多分なんかあんま変わらないんですけど、多分気持ちの問題ですね。アイメイクです。やっともうとりあえずサイドを低くしていくらしいです。このサラサラするパウダーのやつで、 This やフェザーライトルースパウダー、皮脂がサラサラになる。待って、私今日アイプチした方がいいかも。いやいいや、もう最近アイプチするのめんどくさくなってきた。変わらんやろっていう。主にあのこことこことここを使います。まぶた全体に塗っていきます。2番目の茶色ちょっとここを乗せていきます。目尻にも少し乗せていく。これでもう終わりだって、アイシャドウは。これでアイメイク終わりでいいのか。線でアイライナーを描いています。この茶色で長めだって長めに描いていきます。まあどうせこれアイラインするんで、もう別にアイラインうまく描ける人はこれしなくてもいいんじゃないでしょうか。下にしすぎず上にしすぎず、もうまっすぐ。あでちょっと地雷のとこにも描くんだって。ちょっとルルルルかにこう地雷線っぽくない。なんか急いでるから、なんか急いでる時ってマジ漏れないよね。ゆっくりしてる時はマジで漏れるのに。ちょっとここで前髪を反対にさせます。このここにも線を描いていますね。何延長線。私的にね涙袋ね、ここのここの大げさなところまで結構ここまで描いた方が最近ぷっくり見えることに気づいた。中心に来るから。白いコンシーラーみたいなペンシルで塗ってらっしゃるんですけど、私は持っていないので、この何でもいいです。これ私はレブロンカラーステイプレーストパウダーを使うんですけど、ここでちょっとここに塗っとこういいんじゃない。ほら自然に涙袋。なんか眉毛の形変だな私。黒いアイライナー、黒い。ちょっとずつ描き足していかないと変な風になります。この前はめっちゃ長めに描いたんですけど、今日ちょっと私どうしよう、ちょっとナチュラルめにしときます。なんかまた失敗した感じあるけど、マキアージュのやつですね。でマスカラはキャンメイククイックラッシュカーラー01番。これ多分もうないんだよな。てか今何時？まだ余裕。ヒロインメイクロング&カールマスカラ01番。なんか久しぶりこんなメイク動画したやつ撮ったわ。この真ん中を多めに塗ります。これうまくいく時とうまくいかない時があるんです。眉毛は韓国人の人は高くて太くて短いって、長いし細いし低いので、ちょっとできるか分かんないんですけど頑張ってちょっとやってみます。これブラシで整えるのマジで大事だよ最初。もともとそんな生えてるのであんまり。でもどうせ前髪作るからもう眉毛見えないからいいんだよ。で韓国人のなんか高校生のスクールメイク見てたら、最後ねここめっちゃシュッてしてたんだよね。でもシュッてすると長くなっちゃうので、ちょっとあんまり。これはもう薄いもうあのシャーペン
鉛筆 2B あの HB の、 あのシャーペンじゃなくて鉛筆で描くようにサッサッサッって美術の授業みたいにキャンメイクのこれシェーディングなんですけど03番粉をのせた方があの取れないし色が変わるのでちょっとね本当はねここもさ韓国人の人広くないここの間もうだから本当は剃った方がいいんですけどでも私それやってみたけどできなかったんだよねなんかめっちゃぶっさくなったこのハイライトでちょっと涙袋を足しますもうちょっと白くしたいのでキャンメイクグローフルールハイライター01番の一番白いとこでよいしょ。はい次は唇です。やっと唇これはじゃあ唇の色を消していきます。でこれダストちゃんは口角を描いてるんですけど私は口がでかいのででシェーディングも描いてらっしゃるんですけど私ちょっと唇がでかいのでちょっと描かないです。これからはちょっと私流なんですけどジュアリングティントエチュードハウスこれ05番 PK005 番をまず下に塗ります。その後にもうこれしか勝たんよ BBIA21 番リアルノートラストベルベットリップティント。これマジで漏れるかなヌーディーな、うん、めっちゃいってると思うけど。でちょっと口角ここにはこれちょっと塗ったらでこれのあチークもちょっとさっきの紫で塗ります。残ったやついいやサイドが消えていいんだって。このダストちゃんは結構ピンクとか赤っぽい色であの唇を塗っているんですが私はちょっとこちらの唇の色にさせていただきます。完成タラーン。じゃあそれではあちょっとでここをぼかすのが韓国流っぽいです。ちょっとここをぼかすこうやってちょっとパキッてしてしまうとダメなので。髪の毛やってきます。完成。本当にメイク動画の後すごいことになるのここでしょ。でねすごい地元の友達と遊びに行くのはすっごい楽しみで楽しいんだけどなんか私だけみんな仕事の話するじゃん。仕事の愚痴とかあどこにどこどこに決まったとかなんか話が合わないって感じた。この前なんか住んでる世界が違うなと思ってなんか話しにくかった地元の友達と。あの人とあの人は結婚したんだってあの人とあの人が付き合ってるんだってとか話してどうでもよくて私その話とかなんか地元の誰と誰が付き合ったとかなんかまあ中学生ぐらいの時はそういう話が楽しかったけどなんかみんな地元なんだろうなんかギャップがすごい生まれてきてやっぱ大人になるってそういうことなのかな。なんかケミオくんも言ってたけど大人になるにつれてなんかもう全部話すっていう人はいなくなったみたいな。マジでそうだと。あの視聴者さんがあのコメントを読んでみてってあの DM をくれて読んでみたらめっちゃそれだって思った。普通に結婚して普通に働いてみんなあ家庭を育てていくんだと思ったらなんかもう結婚の話してるのっても思ったし、なんか結婚とか全然目に見えてなくてもうそんな時期かみたいな早くない私はまだまだ遊びたいのにって思いながら。みんなもあるそういうこと。はい、じゃあ今日は韓国メイクをしてみました。ちょっとこれで終わるのはダメだよね。ちゃんとちょっと着替えて髪の毛もセットしてきて待っててね。でもなんか前の方が漏れてる感じがするな。あー楽しみ。はい、じゃあ行ってきまーす。バイバーイ爪かわいい。